アルミホイルとテグスを使って糸を出すタランチュラを作りました。アルミホイルは縦25センチ、横40センチのものを使っています。これをパーツごとに切り分けます。右から足4本、触手1本、帯1つ、頭と腹になる部分が1つです。帯の部分から作っていきましょう。横長に置いたら、きれいに畳んで細長い帯を作ります。次は頭と腹の部分です。軽くシワを入れて伸ばしておきます。ティッシュペーパーを2つに分け、片方を半分に裂きます。1枚と半分を組み合わせて大きな玉を、残りの半分で小さな玉を作ります。これを2つ並べてアルミホイルでくるみ、真ん中をテグスでぎゅっと縛ってくびれを作ります。ピーナッツ型にまとめておきましょう。次は触手を作りましょう。縦長に置いて、ふんわりとシワをつけながら巻いていきます。これを指先で軽く潰しながら太い棒状にまとめます。両端はしっかりつまんで尖らせておきましょう。足4枚は横長に置いて、触手と同じように丸めて細長くし、先を尖らせておきます。触手1本と足4本できたら、関節を作っていきましょう。関節を作るには両側を輪にしたタコ糸を使います。この輪に小指を入れて両側に引っ張るようにして作っていきます。足の先から1センチぐらいのところに上から糸をかけ、ぐるっと回します。糸を短く持ち、爪の先で押さえながら糸をぎゅっと引っ張るとくびれができます。糸を外すには反対方向に回します。1センチほど開けて同じように巻きつけて、ぎゅっと絞り、関節を作っていきます。関節は両側から作っていき、真ん中は少し開けておきます。これが関節が出来上がった状態です。これを初めに作った帯で巻いてまとめていきます。足4本を揃えてちょうど真ん中をぎゅっと持ちます。この部分に帯を巻いていきます。足がずれないように気をつけながら、帯をできるだけきつく巻いていきます。一番端に触手も巻き込みます。触手と反対側の巻き終わりを 2,3 センチ残しておきます。体と足をテグスで組み合わせていきましょう。腹になる玉の大きい部分に帯を当てます。これを残っているアルミホイルでぎゅっと包み込んだら、いらない部分をちぎり取ります。今度は頭の方からぎゅっと引っ張りながらアルミホイルをかぶせます。このかぶせたアルミホイルと体のくびれをテグスで巻いてぎゅっと締め上げます。裏返してテグスを結んでから、余分なアルミホイルをちぎり取ります。足を曲げてタランチュラの形にしていきましょう。まず触手を曲げて体の形を整えます。頭と腹をぎゅーっと押し付けましょう。足の曲がり方を揃えるには4本まとめてまず上に曲げます。次に足の真ん中どころを持って下に曲げます。それからバランスを見ながら足を広げていきましょう。テグスをお尻から出すには縫い針を使います。
長い方のテグスを縫い針に通し、お尻の真ん中から出るように針を刺して引き抜きます。短い方のテグスは5ミリほど残して切っておきましょう。テグスがついていますので、動かして遊んだり吊るして飾ったりすることができます。アルミホイルの大きさを変えるともっと大きな雲も作れます。イルミネーションなどと組み合わせて楽しんでみてください。